明日、あかねのお誕生日でしょ。ちいちゃんにプレゼントを頼んであるの。それ、もらってきてちょうだい。久しぶり。あかねの誕生日プレゼント？そんな注文受けてたかな。わしが探しているのは緑の風の女神なのだ。おお、唐突なお願いなのは分かっています。ですが救えるのはあなたしかいないのです。無理、私女神じゃない。茜って名前があるの。ほんとおとぎの国みたい。すごい平和そう。この世界のどこが危機に瀕してるの？怯えてやがる。何もできない虫けらのくせ。何なのこれ？ザング、よそ者が。無理でしょこれ。戻ろう。行くきゃないか。待って、これが冒険の醍醐味じゃん。私帰る。お父さんとお母さんに会いたい。水が出なくなったらこの世界のすべては枯れてしまう。緑の風の女神なら止めてみせろ。前を向いて早く行きなさい。決して振り返る。色の綺麗な世界なんだろうって。